になりたいの。どうも、南こと市川みのりです。はい、ということで今回作る料理はじゃん、レモンクリームパスタです。あ、もう先に言っちゃった。そうなんです、まあね、私そうレモン推しということで、今回はレモンクリームパスタを作っていきたいと思います。まあね、広島レモン大使として活動させていただいておりましたので、こちらね、広島レモンで提供していただきました。ありがとうございます。はい、今の季節はグリーンということで、グリーンレモンと、そして、こちらですね、生クリーム 40g、はい、そしてバター、バター 10g、はい、そして、パスタ、パスタね。じゃあパスタはですね、まあ、1人前ということで、1人前の、今回は 1.6mm のものを 90g ですね。で、そしてあと、まあ、お好みの胡椒ですかね、胡椒があります。はい、こんな感じで作っていきます。さあ、ということでパスタを茹でていきたいと思います。はい、あ、じゃあその前に、そう、塩、肝心のものを忘れてました。はい、塩をパラパラと小さじ、小さじって1つ目の2つ目ぐらい入れていきますね。はい、この塩がね、そう、大事なんですよね、塩が。今度こそこちらパスタを茹でていきます。さあ、花みたいに、はい、ではその茹でるときに表示の、表示パッケージに表示されているものより1分、マイナス1分で茹でてくださいということです。はい、1分ね、少なめに茹でましょうということで、はい、じゃあちょっとね、これで、では茹で上がるまで待ちましょう。はい、ということでパスタが茹で上がりましたので、ここからはちょっと絡めるものを絡めていきますね。まずバターを、火をね、つける前にバターと、そしてこちらの先ほどのね、レモンを絞ったものをですね、入れちゃいます。はい、すごい本当にシンプルですよね、具材が。バターとレモン汁と生クリームと、これだけで本当にレモンクリームパスタ。はい、じゃあ溶けてきたので、こちら茹で上がったパスタを入れていきます。はい、うん、すごい、うん、シンプルなパスタになります。時間でしょう。そして生クリームを入れていきます。生クリームね、溶けないようにね。はい、シャ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 。はい、ということでレモンクリームパスタできました。あとは盛り付けをしていきます。はい、それではレモンクリームパスタ完成です。さあ、ということでちょっとね、どんな感じなのか試食してみましょう。いただきます。ではね、ちょっとだけ胡椒をかけて、なんかすごいシンプルなので、どういう味がするのか、ちょっと未知な感じ。めっちゃレモンですね。めっちゃレモンです。はい、なんだろう、クリーム感がもうちょっとあってもいいのかなってちょっと思いましたけど、でも美味しいです。なんかレモンの素材そのまんまの、多めにあるところの方がクリーミーさが増して
面白いかも、うん、もうちょっとクリームを皆さんは足してみてもいいかもしれませんそしてあとシロップもちょっともうちょっとあっても良かったかなってちょっと思いますね、うん、レモンの爽やかさはすごい食べた瞬間にぶわーってあればってなるのですごくねそこはすごく美味しいところなのでぜひ皆さんも真似してみてください。はい、あとはちょっとねお好みでクリームとか塩加減とかはしていただいて、うん、なんか他にもねこんなレモンクリームレシピありますよとかっていうのがあればぜひコメント欄で教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。